進歩を目の当たりにできるとは実に刺激的だ。これが終わったらそちらの科学者のお誘いを受けてみるのもいいかもしれんな。何かやるって時にはぜひうちの玉でどうぞ。
対しても完全な免疫を得ることができる。いい音だ。頭脳だけじゃなく血液まで刺激的な人ね。すぐに解毒剤の合成に取り掛かるわ。これでカシウスは私たちの中で生き続ける。やったね、モーデカイは助かるよ。さあ故郷を取り返しに行こう。サンクチュアリはまだ施設につながってる。じゃあ上で、うん、喜ぶのはまだ早いぞ。ガスの準備はできた。楽園の到来だ。貴様らには決して止められん。ヘクターを止めてくれ。こんなことを言うなんて思ってもみなかったが、パンドラは今のままでいい。それからボルトハンター、まだ生きていたらヘクターに伝えてくれ。クソくらえとな。いや、やはり本は最高だがいいか。あ、いや待てよ。そうだ、お前にパンドラ最悪の最低野郎として私からメダルを進呈してやろう。これで決まりだな。準備はいいか？時間をせいぜい楽しめ、クリムゾンレイダース。楽園の訪れはもうすぐだ。あら、サンクチュアリの中に入り込めたのね。さあ大暴れしてやって。急いだ方がいいわ。サンクチュアリが潰れてカエルみたいに胞子を吐き出しまくってるから。スクーターがこんな状態のサンクチュアリを見なくて済んだのが救いね。もしヘクターがエンジンにツタを巻いてたら、私の胸で窒息死させてやるわ。針ができたな。
としてて。じゃあね。痛いわよ。解毒剤を量産する時間はないわ。ヘクターがガスをまくのを止めないと惑星規模の大量死が起きるわよ。計算がまだあと6年から7年あるはずだったのに。商品のほとんどはこうして手に入れたものですが、どうぞお構いなく。